ですか？お？じゃあ引き継いだ病院関係者の名前やその時の状況を説明できる？当たり前だろう。だから、ん？あれ？おい、ボケてんのか。確か、あれ？この救急車の走行履歴を見れば、やっぱり病院になんて向かってない。地下駐車場に行ってそこから引き返してる。おい、降りなさい。あの子は救急車で運ばれて地下駐車場で別の車に移された。じゃああの子は今。いい加減に。これはどういうこと？この走行履歴を見る限りあんたたちは病院になんて行ってない。説明できるものなら説明してちょうだい。そんなはずは。動かぬ証拠がある以上言い逃れはできないわよ。ん？君は昨日の？どういうことだ？なんだって搬送された本人が自分がどこにもいないなんて狂言を。違うの。これは。待て、どこかで見覚えがあると思ったが、レベル5の子だね。電気を操るとかなんとかな。走行履歴も君が能力で改ざんしたんじゃないのかい？そんなことするわけないでしょ。身元を隠してたのは謝るわ。でも嘘つかないで本当のことを言って。誰かなんかついてない。嘘じゃなきゃあんたたちの記憶はどうなってんのよ。いい加減なことばっかり。あ、解散記憶。まさか。君、その手を離しなさい。なんか正気のない顔してるね。美坂さんのいない夜があと5日も続くと思うと生きる気力が湧かないって。ああ、なるほど。あれ、ウイハル？お、この道は巡回ルートから外れてますわよ。え、そんなことないですよ。確かこっちで。ご覧なさい。あれ、本当だ。まったく、人のことをとやかく言う前に自分をしっかりしてくださいな。なんで間違ったんだろう。まあまあ、多く回る分には問題ないじゃん。ちょっといいですか？お、あなた方はジャッジメントの方でしょうか？え、あ、はい。私は外部からの感染客なのですが、今そこで盗難に遭ってしまいまして。あ、大変です。取られたものは何ですか？あと、間違ったルートに来て結果往来ですね。こら、不謹慎ですわよ。体が動かない。テレポートも。取られたもの、そうですね、美坂美琴との思い出とか。